選手と悪魔です。若干天使要素が勝ってるわね。今回はサッチャーですー。ちなみにフレはテルミよ。テルミクラブ。あんたテルミ使うたびにそれ言ってるわよね。世間の人が忘れても私は絶対に忘れないから。それはそうとこれもだいぶ前の試合になるよ。なに、もう CG やってないの。話をしよう。あれは今から36万。いや、1万4000年前だった。いいから早え。あやい。と言っても単純な話で、CG でシャドウプレイが使えんくなったのさ。どうにも録画しようとするとこんな風に点滅しちゃうのさ。確か前配信しようとした時もこんな現象になってたわね。バージョン上げたりサイン少してみたりしたけどどうにもダメで。ちなみにデスクトップを録画でこの状態で、普通にやったら録画すらできないぜ。グラボ自体が古いからそちらが原因か。ちなみに GTX770 だぞ。もし対処法なんかあったらぜひとも教えてもらいたいわ。やっと編集する気になったらこれだもん。嫌になっちゃうよ。じゃゲームに戻りまして、モードは爆弾です。あれ一人足りなくない？スレッジ死んでるじゃん。今頃かいな。脳筋バカ突して消えてったわよ。私はサッチャーだからテルミから離れないようにしなきゃ。お互い別行動すると悲惨なことになっちゃうものね。お相手にヌートいるならドローンで着々しつく壊しちゃおう。おっと早速小悪魔レーダーに反応あり。小悪魔レーダー。大体このドローンはナッキンに設置してあるからといっちょ。何かいろんなものが吹っ飛んでったわね。これでバッチグーだね。テルミさんが呼んでるからもう一挙と一挙しよう。設置したはいいけど故障中だったみたいね。はい、ジャマー壊したからこれでオッケーね。さてと残り4人なわけだけど全部ここら辺にいるのかな。おお、でかい大穴が開いたわね。すっごい風通し良さそう。これ逆に向こうが飛び出してきそうで怖いね。一応フレが見ててくれてるみたいね。ドローンで見た感じ中に誰もいませんね。しれっとトラウマ装置すんのやめろ。じゃんじゃ私はここから突撃してみようかしら。基本的に味方は2階からプラントガン攻めみたいね。こういう時は固まらないで他方から攻めるがっち。場所によっては身動き取れなくなっちゃうしね。あいつ1滴おる。おこわこわ。もうどっかのリフォーム業者に解体されたのってくらいボロボロね。声は聞こえど姿は見えず。逆だろ。ああ。気でも狂ったか。心はホットに頭はクールに。いやどっちも狂ってるよ。くる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 。魔法ジンブルゼル。大丈夫かこいつ。ダメスキル。ところでクリちゃん可愛いと思いません。いや思うよね。赤髪残っていいと思いません。いや思うよね。怒涛の3キルかましたのに本人がこれである。それにクリちゃんは茶髪だろ。いい加減にしろ。もちろんクリちゃんも可愛いけどや。へぇ、愛の手よりならもっとヤンキだぜよ。っていうか愛の手より爆発音の方がでけえし。もしボイスロイド買ったら歌わせたりしたいね。でもその時には私はもう。何それ怖い。ちなみにスレッジ、モードは人質だよ。ぶっちゃけハデイラ消えてから使う機会が一気に減ったわよね。最近では火花ではリエッツするかサッチャーするかってパターンが多いね。火花は好きだからいいんだけどサッチャーはうーんって感じだね。いや空振りすぎでしょ。まあサッチャーいないと厳しいから私がするんだけどね。ゲームなのに好きなオペレーターを使えないジレンマ。気にすることでもないと思うんだけど。皆さん CG にハロウィンコスチュームが期間限定であるのは知ってるよね。多分動画が投稿される時には終わってるけどそんなことはどうでもいい。いいのかよ、よくねえだろ。とりあえず黙ってこれを見てくれ。かわいい、怖い、欲しい、名声が足りない。ダメじゃん。これよく見るとチャームもめちゃくちゃ可愛いんだよね。あとパルスのこれはどっかで見たことある気がするの。なんとだっけどっかでこんなキャラ見たことあるのよ。もしかホラー映画かしら。ゲームではない気がするのよね。いやーアウトラストとかの 3D ホラーだったかも。うわーわかんないモヤモヤする。まあ騒ぎほどのことでもないか。それより今は2人の味方がやられてることの方が問題よね。ぶっちゃけ人質周りに敵いない気がするのよね。一応ドローン回して確認しときましょ。一人は多分上の階にいると思うけど。やっぱいないじゃん。じゃあごめん。じゃなくて人質を回収に行きますか。こいつ味方も一応似てるみたいだね。これで安心してポイント。じゃなくて人質を回収できるね。もうポイントって言っちゃってるじゃん。よしポイントを目視したね。味方さん後ろは任せたぞ。しかしバリケまでしちゃってもぬけの殻だね。てっきり落とし戸から見張ってるのかと思ったけど。あらいらっしゃいしね。じゃあ私はポイント担いでお先にドローンしますので。言い方がおっさんすぎる。結果っちゅんなのでー。うわ後ろから撃たれてる子は。そりゃ敵さんも当てるだろうね。おー怖い怖い。足首をなんちゃら。やったぜ。出砲あれよー。MVP だよー。今回はとりあえず好きな曲流せたから満足。次回の前に DVD の方あげるかも。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。どうもどうも。